逃げろ。なんで。うわっ、無理だってもう。走れ。やばい。走る。え、そんな暗いの。助けて、助けてって。やめなさい、やめなさい。飲め。戦い。傷ついても何が起きてんだ。戦い。化け物から逃げて金の十字架をゲットせよ。十字架モンスター。ちょっと噛んだやん。噛んでない。出世したな。噛んでない。今回は私がこの企画のゲームマスター、ミスタークロスだ。ミスタークロス。企画の説明をしよう。はい、はい、十字架モンスターという化け物が放たれる。お前らはそいつらから逃げながらミッションに挑戦していただく。酔っ払ってる。酒飲んできたお前。朝7時なのに。でちょっと待ってくださいね。停止してよ。停止してくれよ。このミッションをクリアしたら、なんとこの金の十字架をゲットすることができる。はあ、うん、なんすかそれ。これをゲットするといいことが起きる。チェーン部分めっちゃ安いけど大丈夫これ。これをとりあえず多くゲットした方がいいことが起きるから。多くだけど、十字架モンスターっていう化け物に捕まったらお前らは十字架を背負うことになる。やってよ。十字架ってあれですか、俺たちの普段やってる十字架ってこと。お前らがやってる罰みたいなもんだ。罰じゃ罰ゲーム。じゃあ車で逃げてもいいんですか。なんでだ。走って逃げろ。なんでだ。逃走中みたくかっこいい動画にしたかったのに、いきなりグダグダで安っぽいお笑い企画に様変わり。そんな企画の舞台は愛知こどもの国。限られたエリアの中で十字架モンスターから逃げながらミッションをクリアし、金の十字架をゲットするという企画。しかし十字架モンスターはミスタークロスが用意した運動神経抜群の精鋭軍団。捕まれば胸に刻まれた十字架を課される。モンスターに捕まらず金の十字架をゲットできるか。十字架モンスター60秒後に放たれるから。はい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 、すぐじゃん。それでは始める。準備かける用意。十字架モンスター、準備かける用意スタート。何が起きたか分かんなかったね。どうしたの。スカート走ってきてわーって逃げたら、りょうくんが気づいてたら地面に這いつくばってた。でごめん、もうりょう踏んじゃった。大ずっこ系大踏み。で、つやが捕まって。じゃあスカート。60秒って言ってたじゃん。一応こういう天気も悪いし、うん、滑るかなとか鬼 の体調とかもあるからテストを行う。鬼の体調なの。それずるじゃん。60秒って言ってて。でもテストで怪我した人どうするの。ジョークには申し訳ない。申し訳ない。そんな。え、これは。でもこれはもうテスト的に、まあテスト的にはもうアウトです。十字架を背負った。一回ちゃんと亀を読んでもらいたい。1日間スカートを履いて過ごせ。まあ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 、はい、1日ならいいけどさ、これにまた捕まるかもしれないでしょ。うん、そうだね。それは嫌だよね。だから、ああ、なるほどね。2日3日とか。そう、今回のゲームはモンスターに一度捕まると課される十字架の期間は1日と、一見優しそうだが、モンスターに捕まった回数に応じて十字架の期間が増加。種類も様々で、中にはかなりきつい十字架を与えるモンスターもいるのだ。そしてこの後、リョウの怪我を皮切りにとんでもない災難が続出する。十字架モンスタースタート。
タート。あーどうしよう、こっち行こうかな、こっち行こう。俺たちはな貧弱だし走れないから、もうずっと草の中ね、こうやって隠れてようぜ。この辺のね、一番最初のとこに隠れておけば、もう一番最初、一番最初ここだったらバレないんだよ。一旦ここで待ってても大丈夫かな。っていうか、ちょうど保健室だわ、ここ。保健の先生に見せに来た感じ。そもそもね、もうね、スタッフもバカなのか分かんないですけどね、僕、ひびが入ってるんです、今。知らないでしょ、こんなことさせられてね。たまったもんじゃないよ。で、十字架だと？え、やめますか？やるよ。なんですか、やめますかって。やるでしょ。これ、やめるってやばいでしょ。え、怖っ、こっから出てきたらやばいじゃん。夢丸はエリアを入念に下見。いや、ここ強くね？ここ、なんか今後の YouTube について喋っとかないか。ショートコンテンツがたくさん参入してきて、そうですね、なんかリッチコンテンツとショートコンテンツの二極化が進んでいて、あー、だから中間層がちょっと淘汰されていくみたいな感じなんですね。今の日本のね、のんきに YouTube 談義に花を咲かせる2人。え？十字架モンスター発動！行けお前ら！あ、今リリースされたんだ、モンスターが。いたやばい。ミスタークロスのファーストミッション、十字架モンスターに捕まるな。あ、いる。向こう行った、作戦通り。あ、3人いるよ。っていうか、俺十字架今食らったら何個滞納してることになるんだ。俺今滞納してる十字架3つぐらいあるんすよ。何あるんですか。今アントニオ猪木のコスプレと、あとゴビがなんとか、やっべー、今使えます。バイ芝居上に行ってる、おかしいだろ、おい、なんで見えんだよ。これはね、早いわ。確かに。何？喋んないんだね、そういう教育されてんだ。もっとちゃんとできただろ、十字架モンスターの見た目。これちゃんとね、制作さん入ってるでしょ。俺らクオリティじゃん。なんか言えよ。うわ、めちゃくちゃ乱臭入ってるわ。1日間ザーティーの格好で過ごせ。スタート付近で未だ身を隠す徹夜。やばい、こっち来てる、こっち来てる。またお前か。またスカートだ、またこいつだ。足速い。いや、気まずそうな表情でいないで、ここで。去って。いや、マジで、いや、マジもんだこいつら。これね、動く意味ない。申し訳ないけど、再来週ワンマンライブ控えてるんですよ。体第一です。おい、2回も捕まえたらしいな。さすがだ、よくやった。よし、お前来い。お前も今から放つ、行ってこい。ミスタークロスが新たな十字架モンスターを召喚。ちょっと、捕まった？またスカート。マジであいつ足速いから気をつけるか。あ、こっち来るな。ちょっとこっち来るわ。でもう一体奥行ってるから。やばすぎ、だばっす。犬なら犠牲になってくれ。うわ、はい。
待って無理捕まっちゃった。え、ザジザジ何バカ殿、一日間バカ殿のメイクで過ごせ、たまにバカ殿ギャグもせよ。たまにって何これ自主性。一方プールサイドにいる虫眼鏡と芝優。あ、芝優、それで真ん中にいればさ絶対鬼捕まえるに来れんやん。真ん中、このプールの真ん中にいたら鬼絶対来れんやん。確かにこのカヌーでこの池の真ん中にいれば絶対捕まらない。普通です。なんでよし。バランス取れな。大丈夫、これ試し。開始10分で3万のマイクを壊す破天荒男。これまでにモンスターに捕まったのはこちらの3人。そしてミスタークロスから電話が。さあお待ちかね、十字架ミッションの時間だ。題して激辛ラーメンを食べて十字架を取れ。イエーイ。結構腹立ってきたわこのマスターに。エリアに激辛ラーメンが入った鍋を2つ用意した。鍋底に金の十字架のありかを載せているから、みんなで協力して全て食べてゲットするんだ。制限時間は20分。十字架ミッションスタート。あれちゃん、あったあった。挑戦した方がいい、これはこれは挑戦した方がいい。いや、だいぶ辛そうだけど。いや、なんでさミッション自体が罰ゲームなのね。おかしいだろ。なんで激辛にする必要ないやんね。早いぞこれ、協力しんだもんな。え、でも見て。なんだよ。何、すまんな。すまん。いただきます。やばい。え、そんな辛いの。辛っ。このミッションには韓国の超激辛麺を使用。いや待てよ、所定から行く必要ないな。どう考えても夢丸とが今に向かってるから、夢丸がある程度食ったところで俺も手伝うよっていう動きをするのがベスト。ミッションに向かう矢先、モンスターに見つかった哲也。待ってダジ、待ってダジ、話せばわかる、話せばわかる。ダジな、ダジ今だ。うわっ、うわっ、ザジーの足が速い。えぐくない。その後もミッションに参加しようとするが、なんか新しいのだし。1日間ウーバーのリュックを背負って過ごせ、ウーバーイーツのことか。なんかちょっと面白いでしょ感出て一番やだわこれ。もう一体、もう一体いるんだよ、もう一体。いや逃げれる。ちょっと待って、ちょっと待って、だったら、だったらこっちがいい、だったらこっちがいい。バカ殿と一人称に挟まれた。U ターンして彼に捕まりに行っちゃった、抱きつきに行っちゃったよ。むずいよねこれ、わかるよ。うん、端っこ折るとやりやすいですよ最初に。ギュッギュッって。あー、こうこういう感じ、こういう感じ。この端っこ折ってね。うん、っていう感じでデートできるから頑張ってね。うん、じゃあ俺行くから。うん、頑張りね、難しいと思うけど。あっちの方に確かいたと思うから。頑張るって。いけるんかい、いけるんかい。なんでだよ。あ、そうそう、こうか。スキップ、1日移動すべてスキップ。もう意味がわからないよねこれね。
プール近くにモンスターが集まったと踏んで、2人はもう一箇所のミッションへ。これで行こう行こう行こう、いただきます、一緒に行きます。ちょっと涙出る、熱いな、痛い、痛い、辛い。バカバカしい、ミッションなんて必死こいてラーメンすすってよ、鬼に捕まるとも知らずに。逆に俺はここにいれば一番安全で、だってあいつらがおとりになってくれるからな。え、本当にこれ辛い？やばい、辛い、やばい、本気だ。ちょっと、でもこれもう全部剃った。うん、よそったよそった。そう、今から3人でこれ全部食べれば俺らクリアだから。いただきます。あー、やだ、いただきます。あー、食べた。水ちゃうやん。そう、お湯なの。なんなん、なんなんこれ。モンスターに気づき、いち早く逃げた3人。しかし、これ怖い。元陸上部、初めてモンスターにロックオンされて振り切った。なんで、気をつけて。危ない、危ない。そしてこの後、ミスタークロス自らモンスターとして参戦。ということでね、いただいていきたいと思います。ちょっと待って、今危ない今危ない今危ない、熱い熱いの持ってます、熱いの持ってますって。で、そんなんどうでもよくって、はい、机の下。作戦通り、残りわずかになっていたラーメンを食べて見事ミッションクリア。いかだもある池に一つだけ金の十字架を用意した、欲しければ早めの勝ちだ。もらった。今あっちどうなってんの？あっち、今あっち鬼めちゃくちゃいっぱいいる。え、ラーメンどうなった？え、分からん、ラーメンまだどうなったか分かんない。いや、でも今両方から来てるぞ、ここに。まずいね、これ。やべやべやべやばい、後ろ来る、後ろ来る。バカめ、ラーメンに釣られて鬼の中に自分から潜り込みに行くとはな。待って、終わった。SKM系の主人公、耳にカプサイシンが入った。終わった。すると、そこへ。おい、お前おい、一日三食牛丼な。食え。この鬼だけやめなさい、飲め、やめなさい、やめなさい、飲め。俺が怖いの違う、ごめん先輩行け、待って、頼む。違うだろ、くそ、何だこれ、辛いよ。マジきつい、マジきつい。ありがとう。いいよ、牛丼食うよ、これ。あ、てかさ、俺なんで二人いたんで。ああ、そういうのあるのか。そっか、ありますよ全然。めっちゃいい人だから今いたわ、ここに。ニクトじゃない、ミスタークロスだ。一切マジで牛丼、一日三食牛丼。金
の十字架があるイカダ池に到着した虫眼鏡。このイカダ怪しい。なかなか見つけられない虫眼鏡。それもそのはず、金の十字架のありかはここ。イカダを漕いで探さないとゲットできないミスタークロスの意地悪ミッション。何、十字架がないだと。虫眼鏡に騙されたと気づいた哲也が。何やってんだおい。なんでもないよ。何やってんだおい、こいつ。なんでもないよ。やってんな、さっき知らんぷりしたな。なんだことか分からないよ。じゃあ僕は次のとこ行こうかな。おい待て、おい、あ、この辺にあるんだな。この辺のどっかにあるんだな。先に見つけてやるからな。おバカ、おい、やろやろな。待って待って待って、どうすんの、どうすんのこれ。ねえ、いやむしろ無敵かもしんないけど、俺見せたって。お兄さん、ここにいますよ、逃げれない人が。ちょっと、じゃあバイバイ。あ、それそこにいますよ、茶色い人が。そこに行って、二人とも行って、捕まえろ捕まえろ。ちょ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 、うわー、もう本日初の2体同時捕獲。ミッション終了まで残り2分、夢丸と亮もこちらのミッションに合流し見事完食。机の下って書いてある。金の十字架をゲットするも、ここで問題が。なるほど、ね、そういう風にあるんだね。そういうこと。でも1個しかない。これもミスタークロスの狙いや。どういうこと、これ。ところが、みんな食べたよな。食べた、普通に。よし、じゃんけんしよう。よし、平等。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。いいだろう。一方、虫眼鏡と哲也はというと、鬼が、ちょっと待って、僕が鬼の言い方をリリースしたら、ちょっと待って、海上戦になるんじゃないのか。あ、まあ、転ばないようにね、あまり前行き過ぎないようにね。よいしょ。どういうゲームこれ。ないんだったらないってことにしよう。もう諦めよう。助けて、助けてって。十字架ミッション終了。ちかな、最初のミッションで見事金の十字架をゲットしたのは利光。続いてサードミッションと、ここで緊急事態が。再来週ワンマンライブ控えてるんですよ。と言っていたワンマンライブ男に異変が。ゲームを一度中断し、利光の元へ。あ、利光、利光、やばいよそれ。代償がすごい。いい、古すぎだよ。これはいかんわ。実はモンスターから逃げている際、いってー、もう終わった。左足を負傷していた。だって俺転んでさ、バカ殿に捕まえられそうよ。バカ殿がさ、あまりにも俺がブワーって転んでからさ、引いてそのままどっか行った。大丈夫だな、としみつ。今この顔が精一杯で。プレイできる。もうリタイアだよ。利光、無念の脱落ということで、準備ができたそうだ。ああ。お前ちゃんと次ミッション説明しんて、お前ハッタースなの。任せろ、ここにある。ついに、ついに台本ちゃんと出しちゃったな、お前。さあ、最後のミッションの時間だ。そこは読むな。題して、氷の中の十字架を取れ。ああ、氷の中の十字架、わかりやすい。金の十字架を入れた氷を3つ用意したんです、ね、今回も互いに協力しながら、よく考えて氷から金の十字架を取
取り出してくれ。ちなみにその氷のなんか細かいレギュレーションとかも教えといてよ。なんかよく考えて、お前やればいいみたいな。それを先に説明しろよ。何でもありなんだな。行けばわかる。本当に行けばわかるの。お前猪木かよ言ってること。行けばわかるさみたいな。猪木かよ。行けばわかるのってやだ。じゃあもうスタートするぞ。はい。制限時間は20分。うん。氷のとこ用意スタート。うわー、もうやるしかねえこれは。急ごう。モグラトンネル通っていいよね。先頭は危ないかもな。俺はもう油断しないぜ。通った先に十字架がいると見た。また氷ってのが怪我の匂いがしやがるぜ。大丈夫大丈夫、なんもない。あれだ、氷だ。お、なんかこっちにアイテムがあるぞ。アイテムがある。あ、もう絶対これだ。カンナだ。え、マッチ。どのアイテムを選ぶかが勝負の分かれ道。どれだ。うわ、すごいこれ氷。おー、しばらくじゃあこれ2つ2つで割って、うん、こう十字架が出たら僕のもんね。何の駆け引きなの。どういうこと。じゃあ俺は蹄鉄パンチ作戦でいきますか。やれ。どうすんだこれは。来た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 。これ強いんじゃないか。回路を開けとこう。回路は、回路を開けといた方がいいよ。ちょっとここ協力しようぜこれ。ああ、ちょっと回路置いとくね。ここに意味あんのかな。ちょっと一旦これやってみない。え、火ある。マッチがある。あー、ちょっとゴミが大変だ。え、うわ、なんか効率いい方法見つけた。ね、わかんない。ないよね。うん、やばい、鬼だ。わー、鬼だー。もう嫌だ。鬼だー。一旦寝よっか。危ない。あ、捕まっちゃった。え、普通に俺さっき追いかける2杯かと思ったらこれ2倍やん。何が2倍なんです。最終的に背負った十字架の期間が全て2倍なんで。やっぱやん。なんか一つとかだと思うやん。戻ろう。あんま関係ないからね。3日も6日も関係ないから。あ、ここ戻って、危ない、見つかるとこあった。緊急回避だぜ。あー、やばい。やっちゃいましたね。ミッションに戻る虫眼鏡とリョウ。ウッサン、そこにあった岩。やれ、原始の力だ。行くしかない。行け。3、2、1、GO。 見せてくれ。あ、すごい。あ、でも結構本当に効くじゃん。うわー、違う。行け。なえますね、普通に。本当に部活引退した後みたいな感じで椅子に座ってますね。なんかもう、あ、やれることってもうないんだなみたいな。無理か。おい、なんだこの診断も。おめえ、その氷のとこに行きやがって。うん、え、何お前、なんだ。そんなことしてたら無駄だ。忘れたか、こいつはお湯だ。かけろ。ほら、お湯を持ってきたのか。あ、ちょっと、いいぞ。いける、いける。やばい、来た。うわ、もうここに来てかよ。これ、これ、すごい。ごめん、すごい。わかんない、ごめん。失礼しますじゃないんだよ。言うな、小声で。いや、回しよりかはザジーだわ。回しよりかはザジーです。ザジー人気だからね。シール変わっちゃったね。はい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 。いや、回しよりかはザジー。
そしてこの間に、しかし、いやだから格好系で罰が被るのはおかしいじゃん。ヨガ、ヨガって何？ヨガ通うってやつ？でも女って書いてあるもんね。1時間レディースヨガウェアを着て過ごす。だからもう格好系が十字架してるから、十字架じゃない、渋滞してるからダメよ。もう自分たちのチャンネルですから、そりゃちゃんとゲームしたかったっすよ。もうこういう時に引退を決意するんでしょうね。野球選手からと、あーもうダメだって、もうできないんだって。ちょっとまだ引退は早いと思うんで。何も残されちゃいない。来たよ来たよ来たよ。え、割れちゃったわ。あ、割れちゃうわ。よすごい、割ったの。十字架がどんどんバラバラになっちゃう。なんで氷で弱まってる。もうなるほどね。バラバラになりながらもリオ金の十字架ゲット。残り3分です。残り3分。協力しよう協力。はい、こうやってかけるから。これでうん、こうだ。頭いい。あ、いった。いけいけ。いや、でかい。あ、でかい。やるよ。取った。ナイス。ナイス。ゲーム終了まで残り2分。最後は全員で挑む。やっぱ強い。アイスピック刺して上から石でぶっ叩くと割れていくよ。なるほど。ナイス。来た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 。でも十字架は1個。なんだと。あ、出た。あ、節約終了。やった ー。はい、お疲れ様です。皆さん疲れたよ。何すんの。疲れたよそりゃ。終了しましたけどどうだった。いや、それ見ての通りよ、うん、いや、まあもう途中から罰っていうものを感じなくなったよね。とりあえずじゃあ数数えますか。ああ、はい。スカート2つ、スキップ1つ、バカトの2つ、ザジー2つ、ウーバー1つ、一人称1つは。ウーバー何。ウーバーはウーバーイーツのリュックを背負うらしい。なんそれ。何それ。俺に言うやん。死ぬかよ。死ぬか。カメラ年水だから無敵でしょ。で僕は牛丼と剥がれちゃって一人称が僕が、うん、僕はね、〇〇君はねでしょ。ああ、そうだね。それと、2ヶ月間怪我って十字架背負った。いっぱい。ちょっと今ね、今数えるとちょっとだるいんですけど、うん、え、ちなみにこの2倍ってのは何ですか。期間が2倍です、ね、2倍。何それ。だから2倍。ザジ4日8日ってことか。やばいよね。これ1週間ザジやばくない。全部がこれ、なんか俺この企画一番嫌いかもしれない。他の3人はご覧の通り、ザジと一人称のモンスターにかなり苦しめられたようだ。それではお待ちかね、金の十字架をゲットした者へのご褒美を発表。自分の受けた罰を1個なくすことができます。え、しょぼっ。こちらのボックスの中に十字架ボールが入っており、自分が受けた十字架を引いたら1日分免除できる。当然自分が受けていない十字架を引いても何も免除されない。チャンスは3回。金の十字架をゲットしたのは4人だが、これは大丈夫ですよね。ああ、金の十字架壊れちゃってて、これは俺悪くないから。量のやつセーフだよね。あ、でもそれ金の十字架ですね。うん、あ、これクリア、クリアの証拠。あ、危ねえ。持ってるってことはクリアしてるから。これ優しいね。え、ぬるくないですか。
ぬるいかな。お前今いいだろ。なんだよ。俺悪くないんだよ。俺普通に言われた道具でやったんだから。いやでもな。成立成立。ダメです。お前らお前ら覚えたけよ。お前もだぞ。リオは無効のため金の十字架ボックスを引けるのはこの3人。まずは芝優から。あ、弾が入ってる、はい、入ってある、はい、何ですか、ま、回しがなくなる、やったー。でも回し持ってないから意味ない、回し持ってないから意味ない、はい、そういうことね。2回目回し、はい、あ、いるわ。はい、哺乳瓶じゃなくなる、俺は哺乳類じゃなくなりました。哺乳瓶ね、哺乳瓶、哺乳類じゃなくて哺乳瓶ね。哺乳類って十字架何なんだよ、そもそも。だからもう強制的にそれなんだね、はい、あ、うわ、これめっちゃ嬉しい。でかい、おめでとうございます。バカ殿がなくなった。バカ殿の1個なくせます。1枚剥がせる。これは一番嫌だったから助かるかも、うん、いいね、よかったね。引かなくていいんじゃないかな。牛丼を引けば勝ちだから。引くの申し訳ないな。引け、回し、まあそうだよな、うん、なしです、はいはいはい、はい、ヨガ、ヨガ、ヨガ、まあ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 、牛丼引け、牛丼もいらんな、来い、でっかちゃん、残念、残念、いらんやんじゃ、でっかちゃん見たかったな、登場してない十字架ばっかり引くんだよ、お前、ラストは徹夜だが、ゆめ丸、まさかお前、お、2倍を引け、いいのか、頼む。お前2倍を引くんだこれで。引いた方がいいぞ、ミマル。俺は引きたい。ややこしいから、そんなにやっても。3回ですよ。俺も上げればよかった。2倍とガジーとバカ殿で引きたい。行きたい。うわ、頑張れミマル。ダジー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 がこれで1日消えた。一連勝。あ、まあ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 。おお。まあまあまあ。あと、もうなんかあんま減ってる感ないんだよな。大事なのは2倍だから。2倍だ。こいつだ。頑張れ。頼む、引け。聞いてくれ、スキップ。まあまあまあ、まあ、でも6日間消えたもんね。6日消えたからミスが、ミスなかったもんね。あ、ミスター黒さん、閉めてっていうカンペ出てるんで閉めてもらっていいですか、はい、もしかしたらまたお前らにこのゲームが、ゲームをやらせるかもしれないから。もしかしたらなんだね。じゃあないよ、また最後。もしかしたらって言葉、またミスター黒さんやってくるかもしれない。いや、いいよ。さらば東海オンエア、また会おうぞよ。帰ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おー、行っちゃった。走りなんだ。走りで帰るんだ。ありがとうございました。さよなら。お疲れ様です。